並木道城山公園は埼玉県桶川市に位置する都市公園である。鎌倉時代の三木城の跡に作られている。公園内には市民プールやテニスコート等の有料施設も含めて25の施設がある。桶川市ベニバナマラソンのスタート地点とゴール地点になっている。なお、市民プールは2007年より休止となっていたが、2012年に解体された。 公園の園を石川川が流れる。公園内の木は、武蔵野の雑木林をイメージして植えられていて、いくつかの目的別の広場がある。公園の中央には、大池という池があり、釣りをすることもできる。また、約300本の桜の木があり、春には花見ができる。公園の北側に、花木園があり、八重桜は4月半ば頃に美しく咲き揃う。うこ根桜、魚池、 万里香織、八木日、関山、それぞれ名の札がかかっている。ウコンと、三木式は遅咲きであり、4月中旬以降に咲く年もある。展望台から見た市民プール公園の西側に、三木城跡がある。城の居住者は、源の頼朝に仕えた、足立園元である説や岩月城の大田市に仕えた、石井丹語神である説があるが、はっきりとわかっていない。周辺の地名である、 城山はこの城に由来する。ありがとうございます。